演歌歌手、八代明さんが昨年12月30日に急速進行性間質性肺炎のため死去していたことが9日、分かった。八代さんの公式サイトで発表された、73歳、熊本県八代市出身。抗原病の一種で指定難病であるコームダゴ抗体陽性皮膚菌炎と急速進行性間質性肺炎を発症し、昨年8月に活動を休止することを、公式サイトで発表していた。 所属事務所によると、8月下旬に本人から体調不良を訴える報告があり、複数の病院で検査を行い、抗原病と診断され、闘病を続けていた。活動休止について八代さんは、少しの間、大好きな歌と絵から離れなきゃいけないのは寂しいけれど、必ず元気になって戻ってきますので待っててね。また皆様とお会いできる日を楽しみに頑張ります、とコメントしていた。 1971年、アキラ46にデビューし、73年に出世作、涙恋を発売。その後、愛の執着駅、もう一度会いたい、女港町、船歌、など数々のヒット曲をリリースし、80年には、雨の母上で第22回日本レコード大賞の大賞を受賞した。絵画でも活躍し、 画家の登竜門とも言われる世界最古の美術展であるフランスのルサロンで5年連続入選を果たして A 級会員に。2010年には歌唱技術が認められて文化庁長官表彰を受賞。